こんにちは、四大陸の反田健です。今日もですね、国内野球と海外野球に関する動画撮っていこうと思うんですけども、今日のテーマは日本とメキシコの独立リーグの違いといったテーマでお話ししてみたいと思います。ですね、ここのところ何回かはこの独立リーグの世界といったテーマで動画を出しているんですけども、この独立リーグってものはですね、日本だけのものではなく、ましてアメリカだけのものではなく、中南米の方にもいくつかね、これと同じシステムのリーグっていうのが存在するんですよ。つまりメジャーリーグや NPB のような国のトップリーグとしてのプロ野球、ここから独立した別の興行として成り立っているプロ野球リーグってことですね。で、そういったリーグの中から今日は僕の体験したですね、メキシコの独立リーグといったお話をしようと思うんですよ。メキシコの方まで行くと、このね、日本の独立リーグとはやっぱり全然違うといったものになってきますので、最後まで見ていただけたら幸いです。こちらの日本とアメリカの独立リーグの違いといった動画と合わせてご覧いただけますと嬉しいです。このチャンネルは世界9カ国と地域のトップリーグや独立リーグや地域リーグ、こういったリーグでプレーした経験のある僕が国内リーグや海外リーグの情報について発信しているチャンネルです。よろしければぜひチャンネル登録お願いできますととっても嬉しいです。では今日のコンテンツは以下の通りです。1、現役トップリーグの選手が多数。2、選手の入れ替わりがさらに多い。3、監督の入れ替わりもある。4、観客との距離の近さ。5、外国人選手のチヤホヤ具合と、こういった順番でお話ししていきたいと思います。それではどうぞ。日本とメキシコの独立リーグの違い、その一つ目のトピックはですね、現役トップリーグの選手が多数ということなんですよ。これどういうことかというとですね、例えば日本の独立リーグとか、まああるいはアメリカの独立リーグでも同じなんですけども、こう上がっていく選手と落ちてきた選手、この2タイプの選手が独立リーグでプレーしているんですね。で、上がっていく選手っていうのは、まあ僕らも含めてですね、まだその国のトップリーグに在籍したことがなく、まあそこを目指してプレーしている選手ですね。そして落ちてきた選手っていうのは、ちょっと言い方悪いかもしれないんですけども、その国のトップリーグにかつて在籍したことがあって、そこで一旦戦力外通告ということになってしまった結果、現在独立リーグの方に落ちてきてプレーしていると、そこからもう一度トップリーグの方に戻っていこうとしてプレーしている選手たちのことですね。で、日本でも数少ないレンタルみたいな形があったりするんですかね、派遣みたいな。そういった選手以外ってですね、例えば今ジャイアンツとかですね、ホークスとかですね、まあ他のいろんな NPB に在籍している選手っていうのが、その同じ年のシーズンに BC リーグや四国アイランドリーグや、あるいは九州独立リーグでプレーするみたいなことって、まあないじゃないですか。で、これがメキシコではあり得るんですよ。で、これまずなんでかっていうとですね、メキシコって中南米っていうことで、まあもちろんね、大きい国なんで地域にはよるんですけども、冬も暖かくて野球ができる、つまりウィンターリーグっていうものが国内に存在するんですよ。でね、こういったことって、まあ日本ではなかなか難しいんですけども、もしかしたら沖縄ぐらいだったらできるかもしれないじゃないですか。これやったらかなり面白いと思うんですけども、まあメキシコの方まで行くとですね、僕がプレーしていたユカタン半島、ユカタン州っていうのは、まあメキシコの中での沖縄みたいな存在なんですよ。南の端っこみたいな。で、そういった中央から南側の地域っていうのは、このウィンターリーグの独立リーグっていうのがね、かなり盛んなんですね。で、あるいはですね、このメキシコっていうのはかなり面白いんですけども、ウィンターリーグのトップリーグっていうのも存在するんですよ。つまりサマーリーグのトップリーグであるリーガメヒカーナでベースボールと、ウィンターリーグのトップリーグであるリーガメヒカーナデルパシフィコですね。この2つが国のトップリーグとして存在すると。で、その中でもですね、サマーリーグのトップリーグってチーム数が確かね、16チームとかあるんですけども、このウィンターリーグって10チームぐらいしかないんですよ。で、メキシコのリーグってこのサマーリーグをとってもですね、日本と比べて試合数っていうのが少ないので、確か120試合とかそんなもんですね。なので、できれば、夏のトップリーグの選手も全員冬もトップリーグでプレーしたいっていう風に思うみたいなんですよ。そうやってこう選手としての限られた期間に、まあいっぱいお金を稼ぐといった感じですよね。なんですけども、この両者にはチーム数の違いっていうのがあるじゃないですか。なので、夏のトップリーグの選手が全員冬もトップリーグでプレーできるかっていうと、これができないんですね。結構あぶれちゃう選手っていうのがいて、さらには冬なので、メジャーリーグ機構のマイナーリーグのチームでプレーしているような選手が、冬はメキシコにプレーしに来るみたいなことも結構あったりするので、まあ、なおさらこれが狭き門になってくるということで、ここであぶれた選手っていうのが、まあ、地元に戻って地元の独立リーグでプレーするみたいな、まあ、そうすれば家族との時間も過ごせたり、恋人や友達との時間も過ごせると、こういった構造で行われているのがメキシコのプロ野球なんですね。なのでさっき言ったみたいに、これからトップリーグに上がるぞっていう選手だとか、トップリーグから落ちてきてしまったっていう選手だけじゃなく、今現在も別にトップリーグの選手でいるよみたいな、そのまま独立リーグでもプレーしているみたいな、こういった選手がね、たくさんいるんですよ。といったわけで、この現役トップリーグの選手が多数在籍しているというのは、このメキシコの独立リーグの面白いポイントかなと、その一つ目かなというふうに思います。日本とメキシコの独立リーグの違い、その
の2つ目はですね、選手の入れ替わりがさらに多いということなんですよ。このあたりはですね、以前お話ししたこちらのメキシコ野球界のクレイジーな真実といった動画や、メキシコ独立リーグクビになってよかった5つのことといった動画でもね、結構詳しくお話ししているので、ぜひそちらもご覧いただきたいんですけども、僕このメキシコの独立リーグにプレーしに行ってですね、まあシーズンが開幕して1週目2週目みたいにプレーしていって、で選手たち仲良くなったりするじゃないですか。で3週目4週目みたいに入っていくと、なんかちらほらね、なんか来なくなってくる選手みたいのがいるんですよ。でこういったことって海外野球、特にヨーロッパなんかでもちょくちょくあることでですね、まあなんかその開幕に合わせてモチベーション上げてきたけども、まあ結構勝てなかったり試合に出れなくなってなんか来なくなっちゃうみたいな、こういった選手ね結構ヨーロッパにはいたりするんですよ。でメキシコでも地元選手とかもねいたりするんで、そういう感じかなと思っていたら、実はザクザククビになっていたみたいなんですよ。でさらにはですね、こちらの動画、あのタンパベイレイズでワールドシリーズで活躍したですね、ランディ・アロサレーナ選手は僕のチームメイトでしたと。この時にお話したリーグっていうのが今日お話ししているメキシコ独立リーグなんですけども、あの彼みたいにいずれメジャーリーグでプレーするような選手でさえ、まあ2週間で入れ替えという風になっているようにですね、この選手の入れ替わりっていうのが昨日お話ししたアメリカよりもさらに多いということでですね、何を隠そう、僕自身もクビになってしまったというのを経験するんですけども、そのクビの経験についてはですね、まあ次の項目で詳しくお話ししていきたいと思います。日本とメキシコの独立リーグの違い、その3つ目のトピックはですね、監督の入れ替わりもあるといったことなんですよ。でこれね、選手ならまだしもシーズン中に監督をクビにして入れ替えるって、まあ日本の球界ではほぼないじゃないですか。まあサッカーだったら文化的にそういうことはあるみたいなんですけども、まあそれがメキシコ野球界には存在すると。でこれも結構血も涙もないような切り方っていうのをしたりするんですよ。で僕を呼んでくれた監督っていうのがメルセデス・エスケールって言ってですね、あのユカタン・ライオンズっていうメキシコのトップリーグ LMB のチームで、あの背番号3がその人のために永久欠番になっているような、結構ねレジェンドと言えるような左のピッチャーなんですね。で彼が現役を引退した後、この独立リーグでまあ2年3年ぐらいかな、采配を振るっているということだったんですけども、開幕からね6試合8試合ぐらいずっと勝てなかったんですよ。でようやく勝ち出したぐらいの時にもうスパッと切られちゃってですね、新しい監督が来たと。で就任の挨拶とかをされて、あ君が外国人選手だねって言って握手とかをしてよろしくみたいな話をしたんですけども、そもそも僕を呼んでくれたのっていうのはその前の監督メルセデスなわけですよ。で新しく来た監督っていうのにはどうやら後から聞いてみると、まあ彼が懇意にしている外国人選手というか、まあ呼びたい選手みたいのがいたっぽいんですね。というわけで新しい監督と1週2週プレーして、ちょうど調子が悪くてその週打てなかったみたいなタイミングでスパッと、なんかね水曜日とかに電話が来て、まあ電話じゃないメールか、まあ英語苦手だから簡潔に話すけど君クビになったからみたいな、グッドラックみたいなことを言われてですね、クビになってしまったと。まあそのクビになったこと自体はですね、メキシコ独立リーグでクビになって良かったことといった動画も出しているように、結構ねその後いいことっていうのがたくさんあったんで、まあ結果的には良かったんですけども、まあこの自チームの監督がクビになるっていう経験はもちろん、僕自身がシーズン中にクビになったという経験も初めてだったので、まあすごく大変な出来事でしたといったお話でした。日本とメキシコの独立リーグの違い、その4つ目のトピックはですね、観客との距離の近さということなんですよ。で日本の独立リーグについてのお話をした時もですね、まあこちらの動画ですね、独立リーグに入団して驚いたことと、こういった動画でもお話ししてるんですけども、そもそも独立リーグというのは NPB やメジャーリーグに比べて選手と観客の距離が近いリーグで、まあそれが一つの魅力になってるみたいなことをお話ししたんですけども、これがね、まあ、メキシコになってくるとさらに近いんですよ。でさらに近いってどういうことかっていうとですね、まあ試合中にベンチに入ってきちゃうみたいな、そのぐらい近いんですね。でまあなんか試合中にこうネクストバッターズボックスに向かうときに、こう観客席から声をかけられて一緒に写真を撮るみたいなことはね、もう全然序の口で、まあ試合中に勝手にね柵を開けて入ってきちゃって、まあなんかサインをねだられたりとかですね、まあサイン欲しがってくれるなんてありがたいことなんで全然サインするんですけども、あとはさらにまあ何の用かわかんないんだけども、一般の人がベンチの周りをうろうろしてるみたいな、こういったねなんかよくわかんないおじさんもいたりとかするぐらい、もう距離が近いっていうか距離がないってぐらいですね、メキシコの観客っていうのはまあ面白い人たちなんですよ。まあただそうやってまあね、みんなが知ってるようなファンの人だったら全然いいんですけども、そうじゃなくてよくわかんない人がなんかうろついてたりもするので、まあ自分の大切なねお財布とか大事な用具とかはちゃんとカバンに入れて、みんなの目が届くとこに置いとけよみたいな、こういったことを言われたりするぐらい、メキシコの独立リーグ別世界でしたといったお話です。日本とメキシコの独立リーグの違い、その5つ目のトピックですね、外国人選手のチヤホヤ具合といったことなんですよ。でそもそもメキシコ人って多分ね外国人をすごい好きという
というか、まあなんかね、興味津々なんですね。で、特に僕が滞在したのってユカタン半島って言って、結構ね、メキシコの中でも田舎の方なんですよ。なんか舗装されてない道路とかがいっぱいあったり、その辺をね、夜景がすごい歩いてたりするみたいな。まあ結構日本人からは想像ができないような世界だったりするんですよ。なので、日本人に限らずですね、まあアメリカ人、白人とかが歩いてても、結構ね、街の人がすごいジロジロ見て、おー、目が多いみたいな、そういった感じらしいんですよ。で、そもそもそうやって外国人っていうのがすごい好きだし、興味があるみたいな人たちなんで、その中でも僕たちのリーグにプレーしに来てくれた外国人選手というとね、みんな本当に興味を持って、なんかチヤホヤしてくれるという感じなんですよ。で、例えばさっき言ったみたいに、試合中とか試合後には、まあ一緒に写真撮ってくれよっていう風に言ってくれたり、まあサインをね、くれっていう風に頼んでくれたりとか、まああるいはビール一本渡してくれて、こう座って俺たち話しようよみたいに言ってくれるんで、こう観客席に座ってですね、まあ10分15分あるいは30分ぐらいダラダラとね、お話しさせてもらって仲良くなったりとかもしたんですけども、それがね、僕がプレイしたそのリーガメリダーナっていうリーグっていうのは、市が主催なんですよ。おそらくその行政が主導して行われているリーグだってことですね。なので、結構ね、地元のラジオ局とか、新聞社とか、いろんなところを使いながら、こう、リーグを盛り上げようみたいなことをやってくれてるわけですよ。なので、僕なんかも結構、その新聞に載せてくれたりとかですね、ラジオで取り上げてくれたりとかして、で、特に、日本人初の、このリーガメリダーナっていうリーグのプレイヤーだったということもあって、結構ありがたいことに注目してもらえたんですよ。なので、なんか野球とは全然関係ない、女子のソフトボールの市内のリーグみたいなところに、こう、来賓みたいな形で呼ばれてですね、なんかこう、スペイン語で、こういう日本人選手で、今までアメリカやいろんな国でプレイしてきたんだよ、みたいなことを、紹介してもらって、手振ったりとか頭下げたりして、こう、わーみたいな感じで拍手してもらったりとかですね。あとは普通に街歩いてたりとか、スーパーで買い物してても、あ、お前、タケルソリタだろとか言われて、なんか握手求められたりとか、写真を撮ってもらったりとかしてですね、まあ僕も偉そうにではないですけども、そんな言ってもらえるって経験ってそんなにないと思いますので、まあそう言ってくれる人に関しては、こう、ありがたく対応していたというふうにすると、あいつすごいいいやつだみたいな、フレンドリーなやつだみたいになって、さらにね、シーズンが終わる頃には、そうやって話しかけてくれる人がどんどん増えていったりと、いったような状況で、この外国人選手をチヤホヤしてくれる具合というのも、まあ僕が体験したことのないレベルでですね、そんなことで喜んでくれるんであればね、僕にできることならまあ何でもしますと、いった形で対応させてもらっていました。今日こういったわけですね、日本とメキシコの独立リーグの違いといったテーマでお話ししてみました。こういった僕の動画見ていただいて、海外野球、特にその中南米の野球とかにですね、興味を持っていただける方が、こう一人でも増えたらいいなというふうに思っています。では、今日も最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。よろしければ最後に高評価ボタン押していただけると本当に嬉しいです。4大陸のそれいただけるでした。